埼玉県にある東武動物公園。日中35度を超える猛暑日となったこの日、動物たちを見てみると、みんな日陰に入ってる。日陰に集まるシマウマや、扇風機の前で動かないホワイトタイガー。猿たちは岩陰で休憩中。暑さのせいか、お客さんもほとんど見られません。しかし夕方になると、多くの人が園内に。暑くてもう昼間じゃ多分子供たちがバテちゃって、僕らもそうですけど、なんで夜から涼しくなってから。この動物園では夏休みの土日限定で夜8時まで開園。暑さを避けながら楽しめる夜の動物園を開催していました。さらにこちらでも、夜の水族館では昼間なかなか見られない生き物の生態が。あ、出てきた、出てきた。密着、夜の動物園と水族館。午後6時過ぎ、ホワイトタイガーの檻の前にはこの人だかり。夜の方が、ね、いつもあの昼間に見れない動きをするかもしれない。ワンワン、ワクワク。日中、お客さんの餌やり体験ではおとなしい姿を見せていましたが、それでは準備ができましたので、ナイトホワイトタイガーガイドを始めていきます。夕方の餌やりイベントでは、この迫力。ホワイトタイガーは夜行性ということもあり、こうした野生味あふれる姿を見ることができます。かわいいところなし、かっこいいところ。でもリアルで見ると怖いところ。こちらも夜行性のアメリカビーバー。動き始めるのは夕方からで、毛づくろいをするかわいらしい姿も。昼間の様子を見てみると、プールの中でこの状態です。さらに日中は日陰にいた猿たち、夜になるとみんな池の周りに。すごい飛び込んでるね。泳ぐ様子や岩山を飛び回る姿が見られました。暗いと動物が活発になって面白かった。一方、茨城県で毎週土曜日夜の営業を行っているのは、サメの飼育種類数日本一の水族館。夜だとイルミネーションが変わる、あの水槽の明かりが変わったり。昼とは一変するという夜の水族館。午後5時には一度閉館して、急ピッチで準備が進められます。飼育員が始めたのは、何しよう今、照明をナイト用に切り替えています。館内の照明を消し、水槽の明るさを夜モードに。昼の雰囲気とは一変、夜は水槽が際立つ空間に。さらに目玉となるサメの水槽も。じゃあ行きます。で、今ついきました。照明をつけると、夜の海に月明かりが差し込んでいるような雰囲気に。そして午後6時、夜の営業がスタート。新潟から来たという4人家族、サメのフィギュアまで持ってきているほどサメが大好きな男の子は、月明かりの演出をした水槽に到着すると、目の前を泳ぐ大きなサメに大興奮。この水槽のサメに釘付けでした。館内には夜行性のサメも。眠り深は昼は動かず、
眠っているようですが、夜は泳ぐ姿が見られます。野生では集団で夜にハンティングをするんだとか。他にも真っ暗な水槽には砂の中に潜る生き物が。すると、照明がつくと一斉に出てくるチンアナゴの様子を観察できます。大きな水槽は昼とは違う幻想的な雰囲気に。夜の水族館を楽しんだお客さんは、音楽も相まってさらに神秘的で、多分日中では見れないなんか世界観を感じてるので、なんか今日来れてラッキーだったなって思ってます。